여러분안녕하세요今日は慣用表現の4回目です。慣用表現は本来の単語の意味と似ていたり全然違った意味であったりして面白いですね。今日の表現はこちらになります。そこも終わりもない、こちらの慣用表現はご存知でしょうか。ミッドクットオプタ、こちらですね。これはどのような意味かというと、아무근거나이유가없다、何の根拠も理由もないという意味になります。みがそこ、そしてくは終わりですよね。ですので果てしないといったようなイメージがありますが、実は根拠や理由がないということを表す表現になります。日本語では根も葉もないという言い方をしますよね。また実際に使われるときにミッドクットオプシーという形でよく使います。出し抜けに、やぶから棒にといったふうに訳すとぴったりくる表現になります。ですので今日の慣用表現を使った会話例ですが、このような文章を作ってみました。저는좀회사를그만둘게요ミッドクットオプシー무슨소리예요좀자세히얘기해봐요。このリュルッケ、パチムがあるときはウルッケとなりますね。音化をして発音します。これはある行動をする意思を表明する、そしてそれを相手に約束するようなニュアンスがあります。何々するからね、何々するよといった意味になります。ですのでこちらの会話は、僕会社を辞めますね、出し抜けに何ですか、ちょっと詳しく話してみてくださいといったようなやり取りになります。小説の中やドラマなどでも使われていますので、ぜひ探してみてくださいね。では会話文練習をしてみましょう。저는좀회사를그만둘게요밑도끝도없이무슨소리예요좀자세히얘기해봐요。ではいつものように私が顔を読みますので、何になったつもりで答えてみてください。では始めます。저는좀회사를그만둘게요。言えましたか？それではミッドクッドオプタ、こちらの説明文も練習をしてみましょう。一緒に読んでみましょう。아무근거나이유가없다。もう一度言ってみましょう。아무근거나이유가없다。では見ないで皆さんだけで言ってみてください。言えましたか？아무근거나이유가없다でしたね。いかがでしたか？今日のは少しイメージと違う表現でしたので、こういうのもすごく面白い表現だなというふうに思います。小説などを読むときには辞書を調べずについ読み飛ばしてしまうんですけれども、よく注意をしてみると面白い表現がたくさんあると思います。皆さんもぜひ見つけてみてくださいね。ではミッドクットオプタ説明文、皆さんだけで言ってみてください。言えましたか？아무근거나이유가없다でしたね。例文を考えたりしてみても面白いですね。그럼오늘은이상입니다。안녕히계세요。